じゃあお願いします。はい、お願いします。ご紹介お願いします。はい、株式会社アディクトクローズという会社やってまして、代表取締役石井島俊と申します。もう全然前です。はい、藤井さんと会ったのは、彼多分覚えてないかもしれないですけど、一番最初に会ったのはこの店で会ったんですよ。でそれは彼が台湾のお店とここで待ち合わせしてて、でそのリテイラーはうちを取引してたんですけど、でもその話の目的は多分別のブランドの紹介というか、ただ待ち合わせポイントに使ってて、でその台湾のリテイラーがなんか誰かと待ち合わせしてるって意味わかんなくて、何言ってんだろうと思ったら日本人の人が来て、でなんかその時チラッと挨拶だけしたけど、なんかこう海外のセールスやってますみたいな話をしてて、僕もよく意味がそんなに分かってないんで、うちもよかったらやってくださいよみたいなことを挨拶ぐらいのしたのは最初です。でそこからまあ国内の合同の展示会とか、ベルリンで2回ぐらい会って、まあ、その頃になると何回か顔を合わせてるんで、ちょっと立ち話したりっていうのがまあこの 4,5 年ぐらいですかね。はい、そこからなんでじゃあね、それまでもノウハウが海外でやり取りは、海外のやり取りは僕も昔その薬師さんと取引する前からもうヨーロッパもアメリカもあったん で、その頃は僕が全部やり取りしてましたから、まあ、英語もそれ、まあ、最低限はできるんですけど、まあ、結局僕に全部集約しちゃうんで、その海外の卸先は窓口が僕なんで、まあ、それもあったのと、別で担当してるあのブランドの代表の人と一緒に食事か飲みに行った時に、そのブランドと薬師さんがやってることをなんとなくざっくり聞いて、ちょうど僕もその、まあ、海外のあれもやったり、それまでの仕事も全部やったり、いろんなこと抱えてたんで、あ、なんかちょっとお願いしたいなっていうのがあって、連絡先を多分知らなかったので、その人に連絡先教えてくださいって言って聞いて連絡したのが、まあ、多分1年まだ1年ぐらいじゃないですか、ね。はい、ちょうど1年ぐらい経ったと思うんで、結構こう勝手に2カ国、4カ国、6カ国、10カ国って来たんですけど、それが止まって、まあ、ちょっと空いたんですね。あのそのいろいろ業務を抱えててちょっと大変になってきたのと、いろいろタイミング重なってて、その知り合いの社長に話を聞いたんで、あ、じゃあお願いしたいなっていうのが、まあ、同じ時期だったってことですね。そうですね、はい。具体的にお願いしていること、基本的にはまあ、海外のリテイラー、まあ、バイヤーとのやり取りですね。それまで僕がこれが商品ができたよ、まあ、送るよ、お金払ってみたいな流れは基本的にこっちでは一切今やらないので、薬師さんが全部やる。あとはほとんどがデータで、それをまあ向こうに渡してオーダーを取るまで僕らは今やらなくて彼がやってる。あとはそのデータで取るっていう、まあ、今話が出ましたけど、ってことはそのデータがかなり重要になってくるので、そのデータ作成の部分がうちはすごく弱かったんですよ。結局こういうものづくり系の会社とかブランドになると、商品を作ることとか商品力はあっても、反対側の、まあ、細かいその辺の一般レベルのことがやっぱり低いんですね、こういうところって。そういうのを分からずに、それこそ前時代以上前ぐらいのデータで、絵型でオーダー取ってたんで、絵型と別のこう自分たちで撮った写真ぐらいで、ただちょうどその薬師さんとその一緒にやろうってなったちょっと後にコロナのあれもあったんで、ちょうどその時からデータがガラッと良くなったんですよ。エクストステップっていうよりもスーパーファミコンからプレイステーションぐらいに変わったんで本当に、まあ、彼それ辺得意なんで、そこのデータ作成のノウハウというかやり方と、まあ、サポートしてもらえるのがこの1年間では一番僕としては大きいですね。多分実務的にも脳みそ的にも結構変わったので、それはまあ彼と一緒にやってからより加速したので、まあ、タイミング的にはすごく良かったですよね。自分もやらなきゃなと思っててこういう状況にもなったんで、いろいろ準備してたことがちょうどこういいところでハマってくれたっていうのは、まあ、良かったかなって感じですね。受け手がバイヤーさんの反応みたいなのは、資料を渡した時のリアクションはもちろん見てないんですけど、いやでも間違ったと思いますよ。すごい見やすくなったって言ってますし、新しいバイヤーに、まあ、特に海外にアプローチする場合は前の資料じゃ多分無理なんですよ。もうでその絵しか描いてない、で 絵と写真を別々に見せられて、しかもその写真もそんなに大した写真じゃないんで、
まあ、僕だとあんま見ないです。よっぽど興味ないと。でもよっぽど興味は勝手に来てるんで、そういう意味では今のデータ化しているものは新規の人に見せてもそれなりに、まあ、最低限興味を持ってもらえる内容で作ろうって話で毎回多少アップデートしてますけど、まあ、現に今年 2,3 件ぐらいは新しいところオーダーもらってますからね。はい、今思うと当時はその絵型と自分たちでちょっと写真で、はい、これが資料ですって出してましたけど、今考えたら信じられないです。あんなのよくやってたの。商品がいいとか良くないとか、かっこいいかっこよくないって基本的にはいいのが当たり前で、かっこいいのは当たり前じゃないですか。そうしないと誰も欲しくないんで、ただそれを紹介する伝えていく手段をやっぱり持ってない人が圧倒的に多いと思うんですね。だからそれをやらないと本当はいいものでも勝手に来る人にしか伝わらないっていうのは絶対あるし、それをやるとやってなかった人にも伝わるっていうのは、劇的に変わるかはちょっとわからないですけど、変化はないことは絶対ないので、ある程度の規模なりある程度のところまで行くとそっちをやらないと厳しいんじゃないかなと思います。最初は商品力なり一番とんがったところだけで引っかかると思うんですけど、それ多分ある程度一周しちゃうので、うちはまあ今一応商品作り始めて10年経ってるんで、まあ、ちょうどその多分10年ぐらいがとんがった部分だけでお客さんを引っ張っていく一周だったのかなって勝手に思ってますけど、次の2周目はとんがったところは残したまま他のものをつっつけていかないと広がっていかないかな、伝わっていかないかなっていうのは思います。薬師寺さん自身の人柄も多分1、2年目の誰だと思うんですけど、ああいいと思いますよ。逆に僕なんかよりももっと年が上の人ともやり取りしてるし、もっとある意味固い人もいると思うんですよ。ただ彼柔らかいし、物を作ってる人たちって細かく見たら違っても割とジャンル一緒なんですよね。物作り系でそのこれがこうだっていうところにこだわってる人たちってやっぱこっち弱いんで分からないんですよ基本的に。でも彼はやっぱり物は作れないですけど、やっぱりこっちが専門なので、今1年経っていろいろやってみるとそんなに難しいことじゃなくても、結局そこの知識もないノウハウもないので、まあそれをやっぱりもらえるのが一番大きいです。だから僕めちゃくちゃ質問しますから、これなんでこうなんですかとか、なんか打ち合わせの時いつも多めに時間を取ってもらって、でそれも向こう分かってるんで、彼は西島さんと打ち合わせする時は長めに時間取ってますって。最近でも何でもいいんですけど、はい、一番こう聞いたことではそうだったんだみたいな、ちょっとこれっていうのは覚えてないんですけど、基本的にそのただ彼の場合いろんなクライアントを持ってて、うちよりももっと海外で売れてるブランドもあれば、まあ、そうじゃないところもあると思うんですけど、いろんな人を見てるんで結構そこを聞くんですよ。それでいろいろ聞いて言われて、じゃ海外の見え方とか、僕らの場合その最初ほっといても10カ国ぐらい勝手にインスタ適当に更新してるだけで、今よりももっと適当だったんで、何も考えずに、でもそれに引っかかってオーダーしたいって言ってくれる人が来たぐらいなんで、でもそれって勝手に来てくれる人ってやっぱり感度も近いしアンテナも強い人なんですよね。でそうじゃない人たちに対してどうアプローチするのか、どういう立ち位置でいるのかっていうのはかなり意識しないと難しいと思うんですよ。日本ではこう見えてるけど、海外の人たちってもっと断片的にしかうちの情報を取れないので、単純に情報量が少ないんですね。そういった人たちに届けるにはどういうふうに、じゃあ LINE シートなり彼が関わってないところでもこういうふうにした方がいいんじゃないかなみたいな話はやっぱりよくしますね、まあ、そこが一番のポイントだと思います。でこっちがそれを主体でやるとどうしても自分たちの色がすごい強くなるんですよ。強くなるのはいいんですけど、ただ僕ら普通にやるとこうなっちゃうんですよね。だからここの人はもう本当にもううちしか愛せないって話なんですけど、こっちの方をどう見せていくかっていうのをやらないといけないけど、なかなかできないっていうところが、僕のこの彼と仕事した1年間ではこっちが苦手なので、それを実務でも僕の感覚とバランスもそっちを考えるようになってきてるっていうのが大きいと思います。さっきインスタの話を見ましたけど、はい、インスタに関しては何かあるんですか？インスタは細かい、なんかインスタっていろんな機能あるじゃない、ショップ機能とか、あの辺の設定とかはほとんど全部やってもらいました。基本的にこっちからお願いする、まあ、例えば質問とかいろんなことってちょっと遠慮するじゃないですか。例えば同じ会社の人間でもないし、直接的な仕事じゃないこともあるんですよ、そのインスタの設定とか。基本的に嫌な顔はしてないですね。あとレスが早いんで、僕一番嬉しいのはレスが早いなんですよ。せっかちなんで、多分薬師寺さんも僕のレスは早いと思ってると思うんですけど、その場ですぐ解決したいんで、レスが早いのは
めちゃくちゃ嬉しいです。夜でも、まあ、ちょっと時間があれだからと思って遠慮すると翌日のまあ午前中とか昼になっちゃうわけじゃないですか。 LINE 打って帰ってくるのも11時とか12時ぐらいに、まあ、ちょっと気になって今作業してることとかで LINE すると基本的にすぐ返してくれるんで、それはすごく僕はいいですね。彼の説明、テキスト量だと僕は理解できないことたまにあるんですよ。文字が少なくて。ただ、そこは知識量の違いなので、ただ基本的には、言ったことなりお願いしたことに対しての返答なりあれが少ないってことは基本的にないです。あとは仕事をしていて、彼側もうちに海外展開の方ですけど、彼の場合は大きくなってもらって金銭的にもやりがい的にも大きくならなきゃ意味がない人立場なので、そういう意味では一心同体だと思うんですけど、そこはすごくいいです、まあ、だからその仕事ができるんだと思うんですけど、だから最初の頃、まあ、まあ今はまだ1年ですけど、たまにここに来て打ち合わせしてたのかな、まあ、今もしてますけど、そうするとそのさっきの知識量とか、まあ、いるの僕がわからないこっち側のことを知ってるし教えてもらえるから嬉しかったですから、ね、ミーティングが得るものがいっぱいあるから、でこれなんでこれどうやったらいいんですかとか、でその LINE シートを作るにしても、そうですね、投げたもの以下ってことは基本的にないんじゃないですかね。あんまりその印象はないですね、はい、これは他の人と多分同じ意見で、まあ、本人も分かってるじゃないですか、生命線だっていうのは、はい、これから先一緒にやっていく上でこんな風になっていきたいなと思って、まあ、まだ1年なので、正直その目に見える結果がしっかり出るのって多分僕は結構時間かかると思ってるんですよ。売上って意味では、まあ、彼はどう思ってるかわからないですけど、自分の実感レベルでいくと、そのさっきの LINE シートの件とか考え方のこととか、まあ、僕の場合いろんな役割があるので、それがまあ1年で結構加速はしたの でそれが海外のセールスじゃないところにも確実に作用しているので、まあこれがそうですね、あと3週4週するとまあ今より基本的に良くなってるのが当たり前っていう前提なので、まあその時に海外のリテイラーの数が数なのかちょっと売り上げ数字なのか分かんないですけど、それがどうなってるかっていうのはまあちょっと楽しみなところではありますよね。六神さんにメッセージをメッセージなんでしょう、今後の、そうですね、僕の希望ですね、もっと、まあ、本人に言ってないですよこれ、もっと他のクライアントは分かんないです、僕ペグシさんがどうしてるか、もっとうちの商品を深く知るともっといい結果が出るんじゃないかなって思ってます、はいダメかなこれもっと知ったらもっといいんじゃないっていうのは今度は本人に言いますけど、来週一緒に出張行くんで、あ、その LINE シートの撮影でその時言っておきますよ好きそうですよね。いや、ゆきさんね、あんまり革はあんまり、革とね、ブーツはあんまりですよ。ね、着てよって言ってるんですけど。まあでも、本質はでもそこじゃないんですよね。例えば、セールスの人が、うちがすっごい好きでセールスしたいって、それはそれすごいいいんですけど、でもそれで、自分が好きだから買ってよって話になっちゃうね、バイヤーに対しては。まあそれは多分あんまりうまくいかないですよ。多分俯瞰で見てる、そうそう、結局そう俯瞰見れる人が少なからずいないと発展性はないのかなと思いますね、まあ、ちょうどうちはその10年経ってそういうところに来てるので、はい、まあお願いしようかなと思ったきっかけは、まあ、そのタイミングもあったんですけど、知り合いがで結構なんか大変そうだなっていうのをたまに会う時に話を聞いたり、まあ、本人のこのテンションを見てても思ってたんですね。それが2年か3年ぐらいしたときに結構その人なんかいい感じになってて、表情とか話をした感じが、でそれを聞くと全部社内でやってたことを一部その役者さんにお願いしてて、まあ、要はそこの手が離れた分、まあ、整理されて自分のやることに集中できてると、あ、これはいいなっていうのが僕がちょうどその困ってた時期なんで、その人が結構変わった感じに見えてたんで、あ、だったらうちもお願いしようと思って、で、今1年経ちましたけど、僕も1年前よりはまともな顔してると思うねっていうところが、多分今後お願いする人も、まあ、同じようなタイミングに差し掛かってる人は、まあ、役立つと思います、はい、あ、なんかありがとうございましたみたいな締めもいるって言ってたよね、はい、ありがとうございます、誰に対してもありがとうございます、あ、そうですね、すいません、なんて言えばいいんだろう、あ、今日は
ございます。ああ、そういう感じですね。はい、はい、急に。なんかもうでも、江口さんに言っておきたいこと。言いたいこと。まあ、でも、僕は基本的にもう今は特に遠慮もせずに、結構ガンガンやってると思うので、まあそんなに別に特別な要望はないかな。はい、まあそうですね、今年2年目なんで、まあ、2年目はもうちょっと数字を見れればいいかなって感じはしますかねっていう。はい、以上で終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。いい、なんか改まって